なさんやっほー、ズボラ主婦のゆみです。今ちょっと今日買い物がある予定なので、ちょっと旦那をちょっと職場まで、送りに行きまして、今からちょっとお友達の家に行ってきます。っていうかすごい道路がツルツル、マジ怖いです。でもね、ちょっとね、国道に出ればね、まだマシな方なんですよね。すごいやばかった。もうね、ツルツルでしたよ、本当に怖ーと思って。久しぶりの冬道運転です。っていう感じで、これからちょっと、お友達のお家に行ってこようと思っています。それでは後ほど。こんにちは、ズボラ主婦のゆみです。今回は食品を紹介していこうと思います。それではよろしくお願いします。あ、電気よいしょ、眩しい。それでは食品紹介していきたいと思います。お店で買ってきて、はんぺんです。これです、はんぺん。そしてたけのこ、いつもと違うお店なので。そしてとんかつ、ロース。そして鶏むね、鶏むねを買ってきました。豚ロースですね。豚ロースを買ってきました。そしてひき肉、ひき肉こんだけ入って300円台です。こんだけ入って300円台です。これを2つゲットしてきました。トマトジュース、なんとブラジル産の、ブラジル産のお肉1キロ980円でした。どうでしょう、安いでしょうかね。ちょっと待ってくださいね、小春と空。これっていう感じで、おいしそう。これは溶かしてから小分けにしたいと思います。おいしょ、おいしょ、おいしょ。怒ってんのよ。続きまして、セリア行って買い物を行ってきました。ブラッシー、セリアで買ってきました。そして温めるタッパ、これあると便利かなと思いまして、これを買ってきました。そしてこれからは必需品になるやつですね。この窓ガラス用のシート、これを買ってきました。あと隙間風のやつを買ってきました。そうなんです。そしてもう一個買ってきました、念のために。これもう一個。そして可愛い耐熱皿が欲しいなと思いまして、こういう耐熱皿を買ってきました。買ってきました。可愛いの欲しいな。おしゃれですよね、可愛い。
セリアです。そう、買ってきました。これちょっと違った形のやつを買ってきました。そうです。テープ外せるかな、ね、後でやろう。後で作ったね、使う時にやろうかなと思っています。そんな感じで、いっぱい買ってきました。いっぱいありすぎてどこに置こうか迷いますね。どこに置こう、とりあえず。そんな感じでね、ポン、終わりです。終わりこんな感じです。危ないよ、みんな危ないよ。見てくださってありがとうございました。それではまた。Oh.
おやつだよ。ボン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 。なんと今日は久しぶりに夜食があります。数年ぶりに夜食です。よいしょ、ボン。これです。糖質考えたエクレアみたいです。これを1本だけいただこうかなと思っています。なんかね、すごいダイエットしてる私としてはすごく嬉しいって感じです。おー、すごいチョコの匂いがします。こんな感じです。ではいただきます。よいしょ。おー、すごい。皆さんもダイエットしてる方におすすめです。ではいただきます。生クリームが入っていて、すごい美味しい。ちょっともう一本だけ食べちゃいます。すごい、結構あの糖質のゼロの割にはなんかね、ゼロっていうか糖質を考えたっていう考えよりか美味しいです。すごくうまいです。おいしい。うまいです。皆さんにもね、ダイエットしない方にもおすすめですね。おいしいです。結構ちゃんとしたエクレアです。おいしい。そうなんだっていう考えで、糖質を考えた考えのエクレアでしたね。モンテレールから出てるみたいです。っていう感じで、いつもコメントをくださってる方ありがとうございます。嬉しいです。しずこさん、あゆさん、みかんさん、トントンちゃん、シービーターさん、みちさん、藤田由美子さん、ありがとうございます。本当嬉しいです。ありがとうございます。こんな由美にねコメントをいただいてすごく嬉しいです。ありがとうございます。すごい嬉しい。本当で、ね、コミュニティでもメッセージをくれた方、ミッキーさん、5116クミさん、ミチさん、しずこさん、とももさん、みかんさん。で、
ミッキーさんいましたっけどうでしたっけすいません、ありがとうございますね、本当ありがとうございます。本当にね、たまにねボケちゃう時があるので許してくださいごめんなさい、たまにじゃないけどね、なんかボケることが本当多いです、すいませんこんな由美ですけども、他の皆さんももしね興味持たれた方がいましたら、ぜひグッドボタンにチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもね料理とダイエットとズボラを頑張っていきたいななんて思っていますので、どうぞ末永く応援の方よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、またあと1回ユミ現れたいと思いますので、またその時までお元気で、皆さんおやすみなさい、失礼します、じゃあねー。